東京都足立区西新井にあるプロレス会場多目的スタジオである。同アマチュアプロレス団体、東楼門ジャパン代表であるマグナム高砂が設立、管理。2011年にシレンとアリオう選手の講演会のテーマ人生の追い立ちの講演会場としてプレオープン。翌年2012年にオープン。東楼門ジャパンが道場、試合会場として使用するほか 米山香織率いるヒルはイムズが2014年6月から、主要会場及び配信スタジオとして使用。過去には、スーパー FMW 事務所が管理し、下町プロレスの名で興行していた。客席は7満たないが、幕を下げて、小劇場として使用することや、リングを解体し、スクリーンを下げて、ミニシアターとして使用するなど、多目的スタジオとして活用される。AB 西新井大師西スタジオ貸し出し個人、団体問わず、小規模なプロレス工業、舞台、各種撮影、イベントなど。ファイト。ミルホンネット。2016年7月7日閲覧。西新井大師西スタジオプレイオープンのお知らせ。デフユニオン。2016年8月26日閲覧。西新井大師西スタジオへの行き方。ヨネッチの気まぐれ日記。 2016年8月26日閲覧。勝負の世界は厳しい。要は無情。ワイムズの新人、アキラ賞、試練の3番勝負を、ズミーで公開。バトルニュース。2016年8月26日閲覧。ワイムズのズミー第11戦で、ミニ、関根川二房を開催。バトルニュース。2016年8月26日閲覧。レンタルプロレス会場。 下町プロレス。2016年8月26日閲覧。https コロンスラッシュスラッシュ www.facebook.com スラッシュ n i s h i s h u t a i o スラッシュポススラッシュ1447579298859934ありがとうございます。